ヘンリーマンシーニヘンリーマンシーニはアメリカ合衆国の作曲家、編曲家、映画音楽家としてグラミー賞、アカデミー作曲賞に何度も輝いた。1924年にオハイオ州クリーブランド生まれ、ペンシルベニア州で育った。出生時の名前はエンリコ・ニコラ・マンチーニ、イタリア系アメリカ人。幼い頃よりフルート奏者の父親からフルートとピッコロの 英才教育を受けた。ハイスクールを卒業後、ベニー・グッドマンの勧めで、ニューヨークへ移住する。名門ジュリアード音楽院に進学し、作曲家、マリオ・カステルヌ・オーボイコール・テデスコとエルンスとクルシェネクに支持した。第二次世界大戦では空軍に所属し、マーチングバンドでも活躍した。その後テックス・ベネキーに作品を認められ、グレン・ミラー楽団に、 アレンジャー兼ピアニストとして採用される。1952年にユニバーサル映画に入社する。音楽監督のジョセフ・ガーシェンソンのアシスタントとして修行しながら、アボットとコステロの喜劇や、オーアマゾンのハンギョ等の B 級ホラーの劇ともを手掛けた。そして、グレン・ミラー物語、黒い罠といったヒット作で頭角を表す。1960年代からは主に、 ティファニーで朝食を、シャレードなど、オードリー・ヘプバーン作品で注目を集めた。特に、ティファニーで朝食を、でヘプバーンが歌った、ムーンリバーはスタンダードとなった。ブレイク・エドワーズの作品にほとんど関わった。他に、ケージ・コロンボのテーマや、ピーターガンのテーマ、ピンク・パンサーのテーマ、ひまわりのテーマなどがよく知られている。温厚な人柄で知られ、ヘプバーンや、 クイーン・シー・ジョーンズ、ジェリー・ゴールド・スミスら数多くの友人に慕われた。またモーリス・ジャールや、ミシェル・ルグラン、ラ・ロシフリンといった外国人作曲家にも親身に関わった。人望も厚く、いくつかの大学で名誉博士号を受け、後進の育成にも当たった。1994年6月14日、水臓及び肝臓癌のためビバリーヒルズの自宅にて死去。70歳。 ありがとうございます。